イノコムはマレーシアのコングロマリットであるサイムダービー傘下の自動車製造会社である。主な株主はサイムダービー、現代自動車、ベルジャヤグループ、パズーメル SDNBHD となっている。ケダ州クリムに本社と組み立て工場を有する。1997年8月から自動車の製造を開始。2000年5月6日に自社ブランドの商用車を発売開始した。 2002年にマレーシア第三の国産車メーカーとして認定を受け、それ以降現代自動車からライセンス供与を受けて自社ブランド車として製造・販売している。イノコムの乗用車はヒュンダイブランド車と共にヒュンダイサイムダービーモーターズによって販売が行われている。フロント及びリアニイノコムの CI マークがヒュンダイのそれの代わりに装着される。また、かつてはリアに。 ヒュンダイマークが装着されていなかったが、現在はヒュンダイライセンスドプロダクト及びサイムダービーの CI マークが装着されている。このほか、BMW などのメーカーからも委託を受けて CKD 生産を行っている。2013年4月2日、2000年から生産を行っているロリマス AU26 トラックの累計生産台数が1万台に達し、 記念式典が行われた。ありがとうございます。